歯学部とは歯学を研究、教育する大学の学部のことです。かつて歯学部は歯科医師を養成するための歯学科一学科のみであったが、ここ数年で高校保健学科など歯科衛生士や歯科技工師を養成する4年生の学科を新設する歯学部も出てきた。また歯科衛生士専門学校や歯科技工師、専門学校を付属校として持つ者も,も多い。 私学部のみを持つ短科大学は歯科大学と呼ばれる。日本では私学課程は通常の大学課程と異なり、医学部などと同様に6年間を最低修行年限とする。このため卒業生は学士の学位しか得られないが、博士課程に入学できるなど修士に準じた扱いを受ける。また、外国の歯科医師養成機関を卒業した者が日本国内において、 歯科医師免許の交付を受けるには、原則として、歯科医師国家試験予備試験を受け、これに合格する必要がある。当然のことながら、歯科医師と医師は異なるので、歯学部を卒業しても、医師国家試験の受験資格は得られない。歯学部は、日本全国に27大学29学部あり、すべての歯学部は、臨床実習の場である、付属の大学病院を設置している。 さらに付属の診療所をいくつか持つものもある。歯科医師養成及びその後の一般的なスケジュール度より必須化教育期間は6年間であり、基礎医学課程は医学部教育とほぼ同様である。遺体解剖や全身病理学も学ぶ。臨床実習では保存科に含まれる保存修復科、歯周病科、歯内療法科、口腔外科、矯正歯科、歯科放射線科、 歯の欠損を補う補鉄科は、クラウンブリッジ、全部床技師、部分床技師と分かれており、小児歯か、高齢者歯か、予防歯科など全ての診療科の患者の治療を担当するため、歯科医師と同様の責任を持つ。また一学生が30名以上の患者を担当し、実際に、監視の治療や抜歯、歯石除去などの歯科医療行為を指導医の監督のもとに行う場合もあり、 十分な知識と技術が必要とされる。臨床実習では、朝早くの診療準備から診療時間後に治療計画レポート、明日の診療準備、技工操作、カンファレンスなど深夜までの学習が臨床期間中続くため、体力はもとより患者とのコミュニケーション能力、指導医から受ける厳しい指導に応えられる知識と精神力が必須とされ、 6年生にまで進級してもそれらに耐えられない学生がリタイアすることも珍しくはない。右職が社会問題となり始め、歯科医療の充実が叫ばれつつあった1960年頃、日本には歯科医師養成大学が東京歯科大学、日本歯科大学、日本大学、大阪歯科大学、九州歯科大学、東京医科歯科大学と大阪大学の7校歯科学、国は 私学部の新設を推進した。そして1965年までに、愛知学院大学、神奈川歯科大学、広島大学、東北大学、新潟大学、岩手医科大学の6校に私学部が設置された。その後1980年代前半にかけて私学部が16校に、新設、増設され現在に至る。2020年現在、11の国立大学、 一つの公立大学、十五の私立大学が私学部を有する。ただし、一つの大学ながら別々の都県に二つの私学部を要する日本大学と日本歯科大学の例があるため、私立大学の私学部の学部数は十七学部である。合計すると、二十七大学二十九学部の私学部が日本に存在する。は、募集人員。前日の通り、学部は、 歯科医師の養成機関としての役割が大きく、その任に当たっている学科は、歯学部死学科である。しかし、一部の大学の歯学部では、歯学科以外の学科を有し歯科医師養成以外の教育が行われている。歯科医師養成以外の教育としては、歯科衛生士や歯科技工師の養成が主であり、合わせて、社会福祉士、養護教諭などの資格取得に向けた教育を、 行っている学科もあり4年生である。これらの学科では、卒業時の学位として、学士、学士などの学士号が授与される。一般的な私学系大学院課程のスケジュールアメリカでは、医師要請と同様に一度大学課程を修了し、デンタルスクールに進学して卒業後に、各州で行われる試験に合格した者のみが、司会士となれる。 日本でもアメリカ方式の養成方式を行うことが検討されている。ドイツや中国など医師と歯科医師の領域区別がない国もある。この場合、医師の資格取得後に専門医資格として2年程度の追加教育を受けて歯科資格を取得する。ありがとうございます。